俺の名前はなるみ、高校2年。俺は今好きな女の子とデートの待ち合わせをしている。なるみ先輩、お待たせしました。俺もさっき来たところだよ。よかったです。それでは今日一日私の彼氏役をお願いします。任せてよ。俺は今日マリモちゃんの彼氏役、つまり偽物の彼氏としてデートをする。好きな子の彼氏役ってのが複雑だけど、どうしてそんなことになったのか。それは数日前に遡る。その日俺は親友のカルマに呼び出されていた。何でも折り入って頼み事があるらしく、人目を避けて話がしたいらしい。大切な頼みってなんだろうな。お、来た来た。悪いね、こんなところに呼び出して。カルマは今でこそ爽やか優等生だが、中学時代は荒れていて地元不良グループのボスをしていた。今じゃ見る影もないくらい好青年になったけど、未だに怒ると手がつけられない時がある。そして隣にいる子は一つ年下で、カルマのいとこのマリモちゃん。実を言うと俺は中学の頃からマリモちゃんに好意を寄せていた。どうしてマリモちゃんもいるんだ？実はね、頼みがあるのはマリモなんだ。ほらマリモ。なるみ先輩、私の彼氏役をしてください。彼氏役？最近マリモが3年の悪男に言い寄られて困っていてさ、彼氏がいるって言えば諦めてくれるんじゃないかと思って。なるほど、よりによって悪男か。悪男は大好きなメロンパン片手に可愛い女の子に手当たり次第声をかけるチャラい男。半ば脅しみたいなやり方で無理やり付き合わされる女の子もいるらしい。頼めるかい？そういうことならもちろん。でもマリモちゃんは俺でいいの？はい、他に頼める人いないですし。それに。え、それに？なんでもないです。そんなわけでよろしく、なるみ。突然のことで驚いたけど、内心では嬉しくてたまらない。たとえ彼氏役でもマリモちゃんと恋人みたいになれるなんて嬉しすぎる。こうして俺はマリモちゃんの彼氏役を引き受けることになった。その日から俺は彼氏として極力マリモちゃんと一緒に過ごすようになった。どこで悪男が見てるかわからないから、少しでも一緒にいる方がいいねと提案をされたのもあって、こうして好きな子と一緒に下校できるなんて夢みたいだ。彼氏役を引き受けてなかったら一生こんなことなかっただろうな。なるみ先輩、何を言ってすみませんでした。気にしないでよ、俺なんかでよかったらいくらでも協力するから。ありがとうございます。なるみ先輩、優しいんですね。そんなことないよ。今誰かの視線を感じたような。どうしました？うん、なんでもない、気のせいかな。マリモちゃん、家まで送っていくよ。いいんですか？うん、これからはなるべく毎日送る。ありがとうございます。その後も何度か誰かの視線を感じることがあった。まさか悪男がマリモちゃんの後をつけているんじゃ。そう思うと一人にしては置けなかった。数日後、屋上にて。なるみ先輩、これよかったら。え、お弁当？マリモちゃんが作ってくれたの？はい、協力してもらってるのでお礼にと思って。ありがとう、嬉しいよ。マリモちゃんが俺のためにお弁当を。いや、勘違いするな、これはマリモちゃんの彼氏役をするお礼であって決して深い意味があるわけじゃない。そう分かっていても嬉しすぎる。すごく美味しそう。お口に合えばいいんですけど。いただきます。すごく美味しい。よかった。特にこの卵焼きが最高。また視線が。よっ、お二人さん。なんだ、カルマか。お楽しみ中のところごめんね。僕も一緒にいいかな？ああ、一緒に食べようぜ。マリモ、その後悪男の様子はどうだい？なるみ先輩とお付き合いしてるって言ったんだけど信じてもらえなくて、2日に1回はメロンパン持って教室にやってくるの。なるほど、なかなかしつこいやつだね。最近マリモちゃんと一緒にいると誰かの視線を感じるんだ。
多分ワルオが俺たちの後をつけてるんだと思う。え？ああ、そうなんだ。じゃあさ、二人でデートしてみればいいんじゃないかな。デート？直接言っても信じてもらえないなら、まずは外堀から埋めた方がいいと思う。二人がデートしてるところを学校の生徒たちが見れば噂になるだろうし、ワルオも噂を聞けば信じると思うよ。確かにそれなら、ワルオが信じる可能性は高い。マリモちゃんとデートか。ワルオを諦めさせるためと分かっていても、好きな女の子とデートなんて最高だろ。俺はいいけど、どうする？ぜひお願いします。デート前日。なあカルマ、明日のデートどこに行けばいいと思う？そうだね、高校生らしくショッピングモールでいいんじゃない？無理に背伸びしてもデート慣れしてないのがバレるからね。確かに張り切りすぎても空回りしそうだしな。でも仮にも彼氏なんだから手は繋がなくちゃだよね。手を繋ぐ？何驚いてるの？そのくらいはしないと。そうだよな。あとはそうだね、キスとか。しねえよ、彼氏役でもそこまでできねえよ。ははこいつ絶対楽しんでるだけだろ。まあキスは冗談だけど、そんなに気張ることないと思うよ。高校生なんて男女が一緒にいれば付き合ってるって噂するもんなんだから、堂々と手をつないで過ごせばいいんじゃない？彼女いない歴イコール年齢の男に簡単に言ってくれるなよ。それでも頑張ってもらわないと、マリモのためにもさ。そうだな、任せとけって。そしてデート当日。恋人らしく見せるために手でもつなごうか。カルマに言われた通り手をつなごうと思って差し出したはいいけど、拒まれたらどうしよう。はい、じゃあ行こう。もう明日人生が終わってもいい。こうして俺たちはショッピングモールで映画を見たり、歩き疲れたら喫茶店でお茶をしたりした。最初は緊張していたけど、次第に慣れていくにつれてデートを楽しんでいる自分に驚く。できれば本当の彼氏としてデートがしたかったなんて、それはさすがに欲張りだよな。こうしてマリモちゃんと一緒にいて笑顔が見られるだけでも満足しなくちゃ。こうして楽しい時間を過ごし、のんびり歩いている時だった。おいマリモ、どうしてワルオ先輩がここに？メロンパン買いに来たら、ちょうどダチからマリモが男と一緒にいるって連絡があってな。何かの冗談だろうと思ったが、まさかこんな冴えねえやつが彼氏とか言わねえよな。冗談じゃない、俺はマリモちゃんと付き合ってる。信じられるかよ、釣り合わねえにも程があるぜ。マリモちゃんは俺の彼女だ、もうこれ以上付きまとうな。ああだったら証拠を見せてみろよ。証拠？ここでキスしてみろ。キス？いくら恋人同士だと証明するためとはいえ、キスなんてできない。でもそれじゃワルオを納得させることができない。ほらほら、どうした？付き合ってねえんだからできるわけねえよな。アルミ先輩、いいですよ。本当にいいのか、このままこんな形で。いや、いいはずがない、キスはできない。なんだやっぱり嘘じゃねえか。ああお前の言う通り、俺たちは付き合っていない。だったらお前は関係ねえ、俺とマリモの邪魔をするな。関係はある、俺はマリモちゃんのことが好きなんだ。お前みたいなストーカー野郎にマリモちゃんを渡すわけにはいかない。私も鳴海先輩が好きです。え？ずっと好きでした、だから彼氏役をお願いしたんです。嘘？いやー青春だね。どうしてカルマがここに？いやいや俺のことなんかより、返事はどうするの？女の子に返事を待たせるつもりかい？マリモちゃん、ずっと好きでした。これからは彼氏役じゃなくて本当の彼氏になりたい。俺と付き合ってください。はい。待てこら、人を無視していい感じになってんじゃねえよ。黙れ、俺の親友といとこがようやく結ばれたんだ、邪魔するなよ。やめろカルマ。
カルマ？お前まさか、昔地元の不良グループで頭を張ってたカルマか？なんでお前がこんなところに。うるせえ、メロンパンやるからさっさと消えろ。助かったよ。でもどうしてカルマがここに？もし悪男と鉢合わせしたりしたら面倒なことになると思ってね。ずっと陰ながら見守っていたんだ。ずっと？もしかして今まで感じてた視線は、親心ってやつ？二人は両思いなのに全然進展しないから、彼氏役をやってもらえば少しは進展するかと思ったんだけど、頼んだ以上はそのくらいしないとね。やっぱりお前がストーカーか。それ以来ワルオがマリモちゃんの前に現れることはなくなった。ずっと感じてた視線がワルオじゃなくてカルマだったのは驚いたけど、まあカルマなりの優しさってところだろう。お待たせしました、ナルミ先輩。俺もさっき来たとこ。じゃあお昼食べよっか。はい、こっちがナルミ先輩のお弁当。いつもありがとう。うん、うまい。青春だね。いたのかよ。こうして照れ屋な後輩の彼氏役をしたら本当に付き合うことになった。やり方はともかくカルマには感謝しないとだよな。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしく。